新しい誰かのために、私だと思い出さないで、声にさえもならなかったあの日、季節が運んでく時の彼方、6月は青く煙って、何もかも滲まさている雨のステーション、会える気がして、いくつ人影見送っただろう。Just let a couple feet are too big for this book. Nothing seems to fit. Touch raindrops are falling on my head. Take a falling. So I just did as I talking to the sun. And I said I didn't like the way he goes instead. Stripping all the jackets. Raindrops are falling on my head. Take a falling.See, I know the bruises sent to make me won't defeat me. I won't be long till happy men step out to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes soon be turning blind off of me.じゃあ、はい、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。ゲミシのチャンネル。ナットトロメ55です。55。そうでしたね。そうです。55。そうだ。おお。うん。はい。55。55。はい。ということで、今週も雨ですね。今週もね。というかさ、昨日ぐらいの。あの天気予報では今日雨の予定だったの。ああ、ちょっと今日晴れてますね。なのにすごい晴れてます。先週もさ、ほら撮った時は天気良くて次の日から雨だったの。あ、そう、次の日に、ね、あの梅雨に入ったんだよね。そう、だから梅雨のシーズンということで、今週もですね、雨の曲、2曲続けてお届けしたんですが、まず、雨のステーション、ユーミンですね。そうですね、作詞作曲ユーミンで、2曲目がですね、あのバートバカラクさんの、そう、有名な、はい、雨に濡れた、いいね、これもね、ね、この曲もいいですよね。先週のあの、ショパンもめちゃくちゃ好評ですね。ね、そう。なんでだろう、わかんない。わけわかんない。はい、あの見てくれてありがとうございます。ね、ね、そう、感想も結構多かった。感想良かったって、うん、懐かしいとか。そう、個人的にご感想いただいて、ね、はい。皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。今週もね、うん、そう、この今週は別にリクエストってわけじゃないのね。じゃないんですけど、うん、この2曲を選んでみましたよ。はい、よかったね、はい、あ、そうそうそう、うん、それでね、なかった、今日はあのちょっとチャチいけども、てるてる坊主を作ってきたんですそれでね、見て見て、これが、はい、
私のつもり私のつもり。そしてこれがシノミン似てるでしょ。まあ似てるって言えば似てるっていうか、ほらねえ、ちょっと作ってみました。で手作り、どうでしょうか。はい、はい、ということで、今週は雨のステーション、そして雨に濡れてもをお届けしてみました。晴れたけどね。また来週。また来週。